日本東京都中央区、日本橋人形町日本橋人形町は、東京都中央区の地名で、旧日本橋区にあたる日本橋地域内である。現行行政地名は、日本橋人形町一丁目から日本橋人形町三丁目。郵便番号は一1 0 3 0 0一三人形町通りの両側や、甘酒横丁を中心に飲食店や商店が連なる商業エリアであるとともに、 日本橋地域の一角としてのオフィス街でもある。近似には住宅の都心回帰により住居の数が増え人口も増加している。毎年8月に人形町通りで行われる瀬戸物市は夏の恒例行事となっている。日本橋人形町を含め近傍の町域がそれぞれ大きくないこともあり、日本橋人形町、人形町は行政区画としての日本橋人形町の区域に 加えて、連続する周辺の町域を含めた地域の名称として用いられることもある。中央区が定める正式な英語ローマ字表記は、日本橋人魚町である。中央区北部及び、日本橋地域のほぼ中央に位置する。堺町吹屋町議場江戸名所図へより、江戸時代初期には、幕府公認の遊閣、吉原が人形町通り東側のあたりにあった。今も通りの名前に残る。 大門通りはその名残である。1657年1月の明暦の大火で、あたり一帯が消失したことを機会に、幕府の命令で、遊郭は地名ごと、戦争時裏の日本包み付近に移転した。新吉原への移転の後、江戸期において、近隣には、芝居小屋が集中した。また、1764年には、旧吉町に12軒の影魔茶屋が存在した。 境町と吹屋町にあった芝居小屋は、1841年10月7日の火災の後、天保の改革の一環で浅草猿若町に移転した。江戸期には江戸の大化の影響で幾度も町域の消失の歴史がある。町域の北部は町人の町であり、南部の柿柄町方面は武家地として利用されていた。関東大震災の被害を受けての区画整理がなされ、 現在の街並みとなった。震災以降、昭和初期には、新興喫茶が立ち並ぶ街となった。前世紀の昭和10年頃には、人形町通りを挟んだ両側の路地に80軒以上のカフェがあった。太平洋戦争末期の東京大空襲では、浜町方面を中心として大きな被害を受けたが、南部を中心として焼け残った地域もあり、 自主的な建物疎開の影響を受けていない部分は古い建物が戦後にも残っていた地域である。昭和の戦後期においては商店街が栄え、1951年には人形町通り沿いの商店街に東京発のアーケードが完成したに撤去。昭和末期頃まで日本橋柿柄町に和東木卸が集まっていたことで現在でも人形町において瀬戸物市が 継続的に開催されている。都電の人形町電停が人形町交差点付近に存在した。都電は人形町通りを走り、秋葉原駅付近を経由して、新宿方面、北千住方面へ、また水天宮方面と結んでいた。現在は同所に、都営地下鉄浅草線、東京メトロ日比谷線の人形町駅が存在する5月31日。 再開発の一環として、2007年には、日本橋人形町一丁目地区第一種市が一、再開発事業に基づく高層ビル、リガーレ日本橋人形町が町域に竣工した。住居表示の実施により、下記五町が一つになり、現在の日本橋人形町が成立した。元の人形町は、人形町通りを挟んだ両側の区域に限られていたが、その東西両側に、 さらに町域が拡張された形となった。江戸時代、境町と吹屋町が、現在の日本橋人形町三丁目の人形町通り西側にあり、歌舞伎小屋の中村座と市村座があった。また、薩摩浄瑠璃や人形芝居も行われていた。一般には人形遣いが多く住んでいたから、人形町と名付けられたとされている。江戸時代においては人形町は、 通りの名で大阪町、島町、住吉町、泉町、堺町、吉町がこの通りに面していたが、1933年に正式にこれらの町名が人形町という町名に変更された。2019年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。